御用商人は、前近代の日本において、封建領主の庇護のもとに、各種の御用及びそれに関連する物資等の調達に携わる代わりに、様々な特権が与えられた商人。御用達、御用機器などによって構成される。戦国時代には特定の商人が、戦国大名の需要に応じた物資の調達や、妊婦の調達、時には他国の情報収集などにも当たった。 これに対して、大名側も、商人士などの役職につけて、国内の商人の統制を行わせた。江戸幕府を開いた、徳川家康も、三河国を支配していた時代から御用商人を持っていたが、特に幕府成立後に、抗議御福祉に任じられることになる。御福祉は、単に御福を扱うだけではなく、兵糧や武具などの軍需物資の確保と輸送。 海外交渉など幅広い分野で活躍し、時には当主に禁じして戦場に立つ場合もあった。江戸幕府成立時に抗議後福祉に任じられたのは、後藤ヌイドの女、茶屋、白二郎、亀屋永人の三名であった。この他に、著名な御用商人としては、後藤昭三郎がおり、彼も元は、徳川家で、金銀細工の職人を束ねる存在であったが、江戸幕府成立後には、 金座、銀座の支配を一任され、武漢類では御用商人の筆頭に挙げられた。他にも摂津平野の末吉や、京都の門倉や、伊勢の住屋や、長崎の末継家など、主要都市に御用商人を有して、商業、貿易、鉱山、林業、輸送などの処分野で活躍するとともに、江戸幕府の都市支配に協力する立場を取った。 江戸時代も中期になると、徳川家との特別な関係に支えられてきた、雇用商人の中には、経営不振などから姿を消す者も,もあり、次第に、新興の雇用商人が登場するようになる。すなわち、新しく講義雇用紙に任せられた、越後屋の三井家は後に金融分野にも進出して、大阪の河野池家と共に、幕府雇用の為替を取り扱った。また、 蔵米の売却を担当していた札差しや金銀貨の両替を扱う両替商が御用商人として重要視されるようになり、江戸幕府では、天明期に環状法御用達、完成期に米方御用達、文化期に町方御用達を設置して、米国、貨幣、金融、財政政策の円滑な遂行を図った。こうした御用商人は幕府のみならず、大名諸藩や旗本にも置かれた。 諸藩では、蔵元や、掛屋、城下町の町年市寄り級の商人が、代表的なもので藩の年具米、千倍品の流通に関与させたほか、大阪の蔵屋敷や京都の御福所の運営にも、関与させた。また、基本的に江戸に在住して、蔵米を支給される旗本にとって、江戸の札差しは御用商人として、重要な役割を果たしていた。御用商人の中には、 苗字て分けが許され、淵や屋や敷地が与えられるなど、武士に準じた身分的、経済的特権を与えられる者も,もいた。ありがとうございます。